おはようございます、ショッピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということで今日も Vlog スタイルでやっていきますので、興味がある方はご覧ください。で、今夜の7時なんですけども、今から横浜の方に行きます。はい、あ、ちなみにこのマスクどこで買ったんですかっていうコメントをいただきましたけども、これアディダスのやつです。かっこいいですよね、これ。ちょっと今日はかっこつけましょう。横浜のみなとみらいに来ました。いやー、夜のこの夜景最高に気持ちがいいですね。ここのスペースは一通り全然ないですし、目の前がスッキリ空間なので、このスペースはかなり穴場ですね。でですね、今回は、バズスタジオさんっていう FM ラジオの番組ですね、そこにちょっと呼んでいただいて、そこに参加をさせてもらいます。で、まあ、FM でこういろいろ質問されてとか台本ちょっと読んだりしたんですけども、いや、 やっぱ台本見ると緊張しますね。なんか僕緊張すると頭真っ白になるタイプなんで、ちょっと見て、あ、まあ、一応頭には入れてますけども、ちょっとあんまりこうガチガチにシミュレーションはしないようにしました。まあ、純粋にやっぱ楽しむっていう気持ちが大事だと思うので、はい、純粋にもういっぱい楽しんでいきます。ということで、もうちょっと散策していきます。お、ちょっとここに行きましょう。はい、美味しかったです。それでは行きましょう。45分に待ち合わせですね。はい、ランドマークタワーに着きました。いや、やっぱ緊張しないって言ったら嘘になるけど、楽しんでいきます。10回です。ここですね。あ、お世話になっております。あ、今ですね、10階のフロアのエレベーターの前に着きました。はい、本当ですか。はい、わかりました。じゃあちょっと行きますので、少々お待ちください。はい、ありがとうございます。あ、はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。あ、すみません、ちょっとしれっと撮らせてもらってました。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。じゃあ、すみません、ちょっと待たせていただきます。はい、お願いします。なんですかこれ、いじわるうんこって書いてある。僕の知り合いのデザイナーが作ったステッカー。ラインスタンプありますか。あ、ラインスタンプあったかな。なんだこれ。なんかすげえな。なんかこいつすげえな。なんだ。はい、失礼します。収録スタジオ、ショッピンさんじゃここにしましょうか。黄色マイク、はい、あ、はい、はい、ショッピンさんこっちにしましょうか。じゃ広いから。 ありがとうございます。まあ、それ男ですもんね。これマイバズポイントです。あ、いいと、本当ですか。近いからね、あれだけどさ、分かるんだけど。いや、一番最初クーポンって聞こえたから。はい、バズスターリポート、今回のゲストはミニマリスト YouTuber ショッピンさんに来ていただきました。よろしくお願いします。ショッピンと申します。はい、ぬいぐるみ売ったりとか、そこから物が減っていくっていうところにつながったんですか。卒アル捨てたんですか。思い出も、思い出も、思い出も捨てる。思い出も全部。なるほど。あの、はい、ミニマリストさんの、はい、やりがちな失敗ってあります。なんか捨てすぎてとか、はい、まあ、前にもお聞きした、はい、買い戻すとか、はい、そういった失敗はあると思うんですけど、はいはいはい、もうちょっと小さい日常的なことで、はい、ミニマリストさんでやりがちな失敗ってあります。あ、もう20個ぐらいあるんですけど。20個もあるかい。意外と。こんにちはじゃなくて、これいるみたいな感じ。
玄関入ってすぐ玄関入ってすぐえこんな靴いらなくないあの目に優しくないショッピーさんの目には刺激が強いあの赤い T シャツにオレンジで私今日会って速攻パプリカとオレンジやんってみんな難しいと思いますやっぱり、ね、特に女子は、うんうん、思いますまあお化粧品とかもいっぱいありますし、お化粧品とかもあるし、ね、青と赤で迫力がすごい、すごい、でかい、でかい、でかい、あこっちにも、こっちにも、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、あこっちですか、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。お疲れ様でありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。はい、終わりました。いやーでも正直めちゃくちゃ楽しかったです。すごい僕が話しやすいような感じでいろいろ質問もしていただけたので、で今から港未来駅に乗って横浜の方に帰りたいんですけども、ちょっとこのビルいろいろ閉まっててどうやって行けばいいんだろう。ということで帰ってきましたけども、いやー勉強になりました。今回いろいろとインタビューをしていただいて、僕自身ハッてするところがいっぱいありました。そうなんか僕自身はそのミニマリズムの話を結構何回もしているので、まあもういいでしょうみたいなそのミニマリズムの次のお話をしていきたいっていうふうに思ってたんですけども、でもやっぱりそのミニマリズムだったりミニマリストっていうその存在すら知らないと。いう人がやっぱりいるんだなと、まだまだいるんだなっていうことにすごいなんか気づかされました。なのでこれからもやっぱり身軽なライフスタイルを追求していくっていうのがこのチャンネルのコンセプトでもあるので、そうなのでやっぱり引き続きミニマリズムだったりミニマリストだったりとか、そのシンプルに生きる方法、すっきり身軽になる方法っていうのをこれからもどんどんシェアしていこうと思いました。はい、ということで今回のお話がですね、ちょっとでもお話参考になりましたと、まあ、ちょっとでもこう楽しい気持ちになりました、心が身軽になりましたと感じていただけた場合は、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。はい、ということで今回収録したものっていうのは2週に分けて配信されるそうなので、もし気になる方がいたらぜひぜひ概要欄からチェックしてみてください。はい、ということで、もう今回は以上ですかね。いやでも本当に楽しかったです。マジで楽しかったです。あんな感じでなんかどんどんこれからもいろんな人と関わっていけたら楽しいなって純粋に思いました。なのでこれからもいろんな人と関われるように僕自身もこれからも引き続き配信頑張ります。ということで、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。